おはようございます、本日は5月の11日日曜日です。少しお休みしておりましたが参ります。今日のまかない、はい、とりあえず黒板のアップから始まっております。今日のまかないです。なんで休んでましたかっていうと、もろもろ理由もあるんですが、僕ですね、ずっと最近モトロッソにいたもんですから、ごめんなさい、足湯にいたもんですから、こっちにいなくてですね、このコンテンツ継続をしておりませんでした。すいません。その代わり、ですね、皆さんにメールなんかも送ったんですが、ご存知の方もたくさんいるんですけど、シェフが新しく入って、モトロッソ、お料理充実してます。ね、こんな感じの黒板メニューが。いっぱい後でまた詳しく説明するタイミングもあるかもしれませんが、こんなです。そして今日のまかないです。じゃじゃん。ということで僕で4人もいます。はい、はい、シェフの岩崎です。おはようございます。山口さん元気ですか？元気です。川端さんです。チョイス。はい、そして今日はほら僕が作ってたこれより立派でしょ。もうこのままお金取れそうでしょ皆さんね。豚は何の豚ですか？豚高座です。お、すごい。高座豚と鶏肉をローストしてデリ風になってるそうです。スープ好き。やばい。絶対これ見たお客さんは多分このまま食べたいと思ってると思います。ということで、ACM 今日も、ACM じゃない、もとすいません、もとろそ今日も頑張ってもらいます。今日はベルマーレもホームで試合なので、皆さんホームですからね、スタジアムできるだけ応援しに来てくださいね。その後もとろそ来てください。お待ちしております。以上、今日のまかないでした。